植物は動物のように動き回りません。でもじっくり見てみると、実に巧みに環境に合わせた生き方をしていることがわかります。たくましい植物の世界を覗いてみましょう。日本は周りを海で囲まれた島国。海岸の風景は全国で見られます。海岸では植物は塩水、強い潮風、強い日差しなどに耐えなければなりません。海岸という厳しい環境に適応した植物たちを観察しましょう。千葉県の九十九里浜、広大な砂浜が続いています。砂に埋もれるように生えているのは弘法麦。砂浜の波打ち際のパイオニア植物です。花は雄花と雌花があり、別の株に咲きます。地下茎に節があり、節から芽を出して増えることもできます。こちらはハマヒルガオ。茎は砂の上を這うように横に伸びています。体を低くして強い風当たりを避けています。小さな葉の下の砂を掘ってみると、地下茎が長く伸びていました。海岸は強い風が吹いています。時には大きな波もやってきます。流されないよう砂浜に生きる植物たちは皆地中深く根を伸ばし、しっかり体を固定しています。地面に這わせた茎の途中から根をいくつも出すものもあります。根を深く伸ばすのは地下水を得るためでもあります。砂浜は雨が降ってもすぐ染み込んでしまうので、表面は乾燥しています。強い日差し、飛んでくる砂、吹きつける海水の飛沫などにも耐えるよう、海岸の植物は丈夫な体に適応しました。葉は肉厚でしなやかで、ちぎれにくくなっています。水分を蓄えることもできます。艶のある葉の表皮細胞はクチクラ層といい、とても頑丈です。ハマヒルガオの葉もツヤツヤしていますね。波打ち際から離れるにつれ、生えている植物の種類が帯状に変わっていきます。海に近い順に一年草、多年草、低木、高木という具合です。こちらは神奈川県真鶴の海岸。岩でできた海岸です。砂浜とは違う植物たちがたくさん見られます。
海が荒れれば海水がかかりそうなところにも植物があります。ボタン防風です。葉は少し肉厚になっています。岩のくぼみにわずかに積もった土を養分として根で岩に取り付いています。ハマボッスも岩場に生えます。葉がつやつやと光っています。真夏の日差しにもしおれていません。岩場に生えるスカシユリ、真上から花を見ると花弁の付け根が細く向こうが透けて見えるのでスカシユリと言います。岩場から少し離れるとハマカンゾウがあります。常緑の多年草です。イソギクは海岸の崖でよく見られます。葉の裏が白いのが特徴です。ラセイタソウ、葉の凹凸がラセイタという毛織物に似ていることからついた名前です。岩から伸びる樹木、トベラ、つやつやした硬い葉を持つ常緑低木です。海岸に生える樹木の代表選手。丈夫な葉はくるりとカールしていることもあります。環境省によるレッドデータブックは日本国土を4457のメッシュに分けて、そこに自生している個体数を調査したデータをもとに絶滅危惧種を判定しています。真鶴周辺で撮影された貴重な絶滅危惧種を紹介しましょう。ナギランは常緑広葉樹や竹林の林床に生えるラン。草の高さは10センチメートルから15センチメートル。花は6月から7月に咲きます。63メッシュのうち7メッシュで絶滅、現存するのは44メッシュで、推定の総個体数はおよそ900個体、100年後の絶滅確率はおよそ 95% です。減少の主な原因は園芸用の採集、森林の伐採です。6月の礼文島の海岸です。花が咲いた植物がいろいろ見られます。
浜エンドウはマメ科の多年草。全国の砂浜で見られます。茎を這うように伸ばしています。地下茎も長く伸びます。たくさんの茎を伸ばしてこんもりと茂る浜箱部。黄緑色の葉はツヤツヤして少し厚みがあります。浜弁慶草、花は咲くにつれて青からピンクへ色が変わります。色のグラデーションがとても綺麗ですね。茎は地面を這うように伸びて強い風や波に耐えます。葉は少し肉厚になっていて、乾燥に耐えるよう水分を蓄えています。8月、九十九里海岸台東崎の崖です。壁に取り付いて植物が生きています。鮮やかなピンクの花は浜なでしこです。藤なでしこと言われることもあります。海岸の極端に厳しい環境に生きる海浜植物は、内陸部に生きる植物と姿や形が異なっています。内陸部のものと比較してみましょう。これが河原なでしこ。花弁は細く、茎も葉もほっそりしています。浜なでしこは茎が太く葉は丈夫です。海岸の厳しい環境に適応して体を変化させました。これは浜アザミ。茎は短く、とても丈夫で分厚い葉が地面に這うように広がっています。トネアザミは背丈が高くすらりとしています。厳しい環境の海岸、そこは競争相手がいない新天地でもあったのでしょう。長い時間をかけて海岸の植物たちは自分たちの体を変化させて適応してきたのです。